ふむふむ。何やってんだ、アッシュ。双眼鏡なんか持って。少し黙っていてくれ。集中したいんだ。おう。衆の緊張感が、こっちにまで伝わってくるぜ。あいつがここまで真摯に取り組むことって、一体。C。D。あっちは A。あれは、E に限りなく近い D か。素晴らしい。何してんだ？見てわからんかね。バストサイズの目測だ。以前は水着の上からしかサイズを測ることができなかったが、今の私は違うのだよ。日頃から鍛錬を重ねることで、体操着からでもなんとなくわかる能力を手に入れてしまったのだ。なんとなくだがな。しょうもな。おお！このサイズは C、いや、D！ なんだと E をはるかに超える、大型！なんという迫力！ん？だけど、このレベルの女子って、クラスに一人しかいなかったような。何をしている？舞妓衆。あ。もう、舞妓くんの変態ぶりったら、一度懲らしめないとダメかしら。あれれ。どうして女子の皆さんがこっちへ来ているのかな？あれだけ大きな声で喋ってればバレるわよ。覚悟はできているんだろうな。ん？うわぁ！誰か助けて！ええ、これは目測するまでも。ふん！ぐぼーは！なんか知らないけど、すごくバカにされた気がするわ。自業自得ね。女の敵は死ぬがいい。ふぅー！よく、助けて！あれ？ロクは？俺の親友はどこに？うるさいぞ！この変態メガネ！こいつにメガネをかける価値はないわ。粉々になるまでぶっ壊す！変態は滅殺よ！自業自得だ、シュ。俺は巻き込まれる前に退散させてもらったぜ。さてと、ラク、こないだ話したメガネっ子写真集の編纂についての話だけど。まだそんなこと言ってんのかよ。お前も懲りないやつだな。当たり前だろ。俺はこないだの一件で確信したんだよ。メガネっ子の波は来るね、確実に。そうか、俺にはさっぱりわからんが。やれやれ、メガネっ子の良さがわからないとは、メガネっ子写真集副編集長が聞いて呆れるよ。勝手に役職を振るなっつーの。よし、そんな志の低いお前には、この俺がメガネっ子の良さを特別に語ってやるぜ。いや、いいって。どっか落ち着いて話ができそうな場所は、そうだ、近くの神社にでも行こう。あそこなら誰にも気兼ねなくじっくり語れるしね。別にじっくり語ってもらう必要はねえよ。むしろ俺に気兼ねしてくれ。まあまあ遠慮するなって。これも素晴らしい写真集を作ってルリちゃんにリベンジするためなんだ。さあ行こうぜ。ほんと呆れるくらいに強引なやつだな。こほん。まあ一口にメガネっ子萌えとは言っても、俺も深く語れるほど極めたわけじゃないんだけどね。ついこの間までは俺だってメガネっ子には正直地味な印象しかなかったし、華やかなこの影に隠れがちになっちゃうっていうかさ。
世間にはメガネっ子に燃える小塚もいるようだけど、俺にはあんまりよくわかんないなって。このジャンルオンリーで写真集を作るのはさすがに冒険かなと二の足を踏んでいたわけだ。そもそも校内の美少女写真集を作る時点で普通に二の足を踏みそうなもんだけどな。でもまあ、校内のいろいろな女の子を撮影してみたり、ルリちゃんに殴り込みかけられたりしてるうちに思ったんだよね。あれ、メガネっ子意外によくねって。パッと見クールなメガネっ子がうちに熱い一面を秘めてるとか最高じゃない。そのギャップに引きつけられない野郎はいないよ。いまいちピンとこねえけどな。そうかな。お前だって小野寺がメガネっ子だったら絶対その良さに気づくと思うぜ。普段おとなしい小野寺がさ、メガネを外して言うんだよ。私の素顔を知ってるのは一条くんだけなんだよって。な、ちょっとグッときただろう。いや、まあ確かに魅力的なシーンだとは思うけどな。でもそれってメガネがいいっつか、単に小野寺が可愛いだけのような気が。小先がどうしたって？お、宮本、びっくりした。やっほー、ルギちゃん、どうしたの？一人でこんな人気のないところに。ちょっとここのお社の噂が気になってね。寄ってみたらあなたたちのバカ話が聞こえてきたというわけ。ああ、噂ってあの、ここの社でお願いすると願いが叶うとか、そんなやつだっけ？そうよ。最近このお社、ちょっとしたパワースポットとして有名になりつつあるみたいね。へえ、そうだったのか。一人で願掛けに来ちゃうなんて、ルリちゃんも乙女なところあるんだね。違うわよ。噂を気にしてるのはあくまで小先。私はただ下見に来ただけよ。小野寺の願掛けの下見に？なんだろう、気になるな。願い事ね。どうせお願いが叶うって言うなら、俺は一度みんなのメガネっ子姿が見てみたいもんだね。小野寺もそうだけど、桐崎さんやマリカちゃんのメガネ姿っていうのも想像するだけでなかなか良さげじゃない？で、それをメガネっ子写真集のネタにするってわけか。そうそう、わかってるじゃない。はあ、まだそんなことを言っていたのね、舞子くん。一応言っとくけど、私の目の黒いうちはもう二度とあんなフラチな冊子は作らせないわよ。ちとげちゃんたちにも今のうちに、舞子くんに撮影頼まれても絶対に承諾しちゃダメって念を押しておくから。あくまで俺のメガネっ子どもを阻もうというのか、ルリちゃん。知らないわよ、そんな旗迷惑な願望。そんなにメガネが好きなら神頼みでもすれば。さっきあなたが言った通りに。神様、みんなをメガネっ子にしてくださいとか。いいねそれ。そんなバカな願い事叶えてくれる神様なんているかよ。その願い聞き届けたり。え、どうしたの一条くん。いや、今何か聞こえなかったか、不吉なつぶやきが。いや、俺は何にも。聞き間違いじゃねえの？それにしてはどっかで聞いたような声の気もするんだが、どうにも嫌な予感が。嫌な予感ね。ま、これだけメガネメガネ連呼してる変態と友達付き合いしてれば、おかんを感じてもしょうがない気はするけど。ひどいな、ルリちゃん。あまりバカに関わっていてもしょうがないわね。早く帰ろうっと。じゃあ、俺たちも帰るとすっか、楽。ああ、やっぱさっきの声、どっかで。いいことをした後は気分が良いの。
あの者たちの喜ぶ顔が目に浮かぶようじゃ。最近朝が冷えるようになってきたな。おーす、おめえら起きてるか。あ、ぼっちゃん、おはようごぜ。ぼっちゃん、一体どうなすったんです。どうしたって、何が。俺の顔になんかついてんのか。いや、ついてねえのが問題なんすよ。ぼっちゃん、なんでメガネをかけてねえんです。メガネ、あれ、そういやお前ら、今朝は揃いも揃ってみんなメガネかけてんだな。やめとけやめとけ、おめえらにはインテリ国道気取りは似合わねえよ。はあ、何言ってんすか坊ちゃん。人間人前に出るときはメガネをかけるもんでしょう。は、なんで、目も悪くねえのに。なんでって、それが普通だからに決まってるでしょうが。いくら俺らがお天道様に顔向けできねえ商売してるっつっても、さすがにメガネを外して歩くなんてできませんや。はあ、ほら坊ちゃんも寝ぼけてないで早くこのメガネをかけてくだせ。ああ、おい、何すんだよ勝手に。よし、これで大丈夫っすね。はあ、これ伊達メガネか。そうっすよ坊ちゃん、くれぐれもノーメガネで投稿なんてしねえでくだせよ。たく、わけわかんねえな、竜のやつ一体何言ってんだ。